ってみたいなってやったんですけど、一平を取って、まあ、もうええかなと思って、あれ、もうレパートリーから外したんですけども、ものすごい大好きな歌で、いけるか、あと聞いてください。あの鐘を鳴らすのはあなた。希望